こんにちは、ケーズギターワークス吉松です。はい、今日はちょっと違う画角でお送りしておりますけれども、こちらダダン。はい、ということでですね、ケーズギターワークス今回もナムショーへ出展することが決まりました。はい、まあ決まりましたと言ってもですね、今もう撮影している時にはですね、ナムショーのまあほぼ直前といった形でですね、まあ、皆さんにナムショーに行ってきますということをご報告しようと思ってこの動画を撮っております。はい、今年のナムショーはですね、まあ、あのケーズギターワークスはまあこれまであのナムショーの開催は、この、まあ、ケーズ1というこのモデルを出してからというものはですね、毎回、出展しております。でですね、まあ、あのコロナ禍の間にですね、まあ、ナムショー自体が行われなかったりとかっていうところであの出れなかった年っていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、あの開催のたんびにあのケーズギターワークスもあの皆さんにギターを見ていただく機会を増やそうと思って今まで出展してきておりますが、はい、今回はですね、ナムショーにまあ向けていろいろギターを仕込んでおりまして、それが今この後ろに見えるこれだったり、あ、これだったり、これだったり、はい、ということで、これですね、あの以前にもちょっとツイッターとかの方で、X の方とかでですねお伝えしたように、ケーズギターワークスはこの2024年からですね、ニューギニアローズウッドっていう木材にちょっと重点を置いて、製作をしていこうかなと考えておりまして、でですね、今回このニューギニアローズウッドトップ材に用いたこの4本をケーズ1のカーブドトップとしては4本を持っていこうかなと考えております。で、今これ絶賛ですね、組み込み中ということで、ちょっとまだパーツついてないところもあったりするんですけれども、まあどうかな、あの画面で見ていただいた通り、わかる通りですね、結構あの木目っていう、もういかにもみんなが想像する木目って感じのギターに仕上がっています。でですね、このまあギターがどういったものかというとですね、奥からあれ、ツーハムのチューンオーマチックモデル、これ P90 のストップテールピース、バーブリッジモデルで、これがケーズギターワークスが誇る 3S23、 そして一番端のこれが、ツーハムにシンクロのモデルというふうにですね、同じ仕様の木材から作られたギターの中で結構いろんな、こういうことができるよ、オーダーの場合はここを変更できるよとか、あとまあピックアップのマッチングがこういう感じのサウンドになるよっていうのを皆さんに見ていただける見本のようなギターとしてこれ今回作ったことになってます。でですね、まあ見本という通り、今回はこれはナムショーで展示した上で、さらにちょっと国内にも持ち帰ってきてですね、日本のこれから行われるイベントでも皆さんに弾いていただけるギターにしていこうかなと思っております。なのでまず1点、このニューギニアローズウッドというこの木材の面白さ、あとはまあ楽器用の木材としての完成度の高さっていうのを皆さんに知っていただく、で、あとはこの同じカーブとトップの中でこんなに選択肢があるんだっていうことを皆さんに知っていただく、で、あの見てわかる通り、実はこれとかセルがついてたりとか、あと他にもですね、この F ホールがついてたりとかみたいな感じで、まあこうやってあの我々の感覚としては、このギター自体をキャンパスと捉えて、このギターの中でこういうことができるんじゃないかっていうことをまあ結構いろいろと試してみるという形が今回のあの出展のテーマになっております。で、これに合わせて、TL トラッド、これもね、ビックリフマホガニを使用してる上で、これもトップ材にこのニューギニアローズウッドを貼ったらどうなるかというところでですね、あのそれも試してみようかなと。で、それに関してもおそらく国内にまた持って帰ってきて、皆さんにも思想だったりとかっていうのもしていただけるような感じで、これから1年間あの活動していこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんそちらも楽しみにしておいていただければなと、はい、思っております。はい、でちなみにですね、今年は、代表の伊集に加えて私もあのナムショーに、行く予定ですので、またこのナムの会場からですね、まあ、写真とか随時 SNS での投稿だったりとか、まあ、ちょっと私に余裕があればあの可能な限り、例えば生配信とかもちょっと、ね、持って会場ちょっと回るぐらいでもいいんでできればななんて思っているので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということでいかがでしょうか。まあ、あのこのね、映像だけじゃちょっと伝わらないギターの一個一個の良さっていうのがすごくありますので、ぜひこちらも皆さんに楽しんでいただければと思います。じゃあ気をつけて行ってきます。以上、ケーズギターワークスでした。